一般財団法人秋田県成人病医療センターは秋田市泉州久保田町にあった病院である。秋田県医師会、秋田市医師会などが関係する財団法人によって設置された病院で秋田市から委託を受け、私立休日夜間応急診療所を併設していた。だが市が2012年9月から私立秋田総合病院に平日24時間小2回を常駐させ、 救急外来に対応する方針を決めたため、私立休日夜間応急診療所は廃止となった。運営財団の理事長は、歴代の秋田県医師会会長が兼務していた。2015年3月31日、運営組織が解散。循環器部門は隣接する秋田県立の血管研究センターに移管となった。同時に、救急国事病院の指定は解除となった。 小児回平日常駐へ24時間体制秋田市立病院が、更新、朝日新聞秋田版2012年2月2日、県成人病医療センター31日で解散、職員16人の再就職未定。秋田伊佐夫新報。http コロンスラッシュスラッシュ www.sakigake.jp スラッシュ p スラッシュ秋田スラッシュナショナル .jsp? KC イコール2015万330リットル2015年4月1日、閲覧。秋田県広報第2680号。国時第171号。秋田県。2015年4月24日閲覧。ありがとうございます。